日本信号株式会社は東京都千代田区丸の内に本社を置く信号機、自動改札機等の製造を行うメーカーである。鉄道、道路信号メーカーとしては日本国内トップ。東京証券取引所一部上場。新聞の株式欄では信号をと表記もともとはイギリスで鉄道信号の技術を学んだ三村天音が 日本で信号機製造業を始めるために1898年に設立した三村工場が前身である。世界恐慌に際して生き残りを図るために同業の塩田工場、鉄道信号を合併して1928年12月27日に日本信号が設立された。当初は3社を合わせて330人いた社員を80人に、 削減するという厳しい出発であった。第二次世界大戦後は鉄道の技術の進歩に合わせて東海道新幹線向けに車上信号方式の自動列車制御装置を開発して納入するとともに鉄道信号以外の分野へも進出した。1966年にアメリカ合衆国のメーカーと技術提携を行い、1968年に 自動改札機の生産を始めている。また、道路の信号機や、交通情報管制システム、駐車場管理システムなども手掛けている。宇都宮事業所上機のように、日本信号は様々な製品を製造しているが、とりわけ自動改札機については毎日多くの人が直接に利用しているため、トラブルが大きな影響を与えた。過去には2006年12月1日未明、 東日本旅客鉄道、東京モノレールに各駅設置した自動改札機でスイカを使っての通過ができなくなるトラブルがあったほか、2007年10月12日朝には、首都圏の JR、私鉄、地下鉄各社局など660以上の駅において、始発から日本信号の自動改札機のみ作動しなくなるトラブルが発生した。詳細は自動改札機トラブルにて、 この影響で当社の株価が一時大幅に下がった。このトラブルとは直接関係ないものの、自動改札機を製造しているメーカーの一つである、オムロンの株価も下がった。また、2007年10月18日、日本信号制のメド処理機や生産印刷発行機に不具合が発生し、使えなくなった。使えなくなったのは、東京メトロ、東武鉄道、ゆりかもめ、 東洋高速鉄道、埼玉高速鉄道の5社、65駅101台であった。日本信号は原因が前回と同じであることを認め、前日の異常時に窓口処理機のプログラムも検証したが、不十分であったと説明した。ありがとうございます。